さあ両チームの選手たちが今ピッチに入ってきました。仙台はトップリーグ返り咲きへもう立ち止まっている余裕はありません。右を伺いますが一度戻してさあ左に張っていた内田、長澤中を伺ってクロスを入れてヘッド、ホヨンジュンのヘッド。ビルドアップでねうまく左サイドまで持っていきましたけど、まあ、そこからの仕掛け、まあ、前線に中に3枚ですかね、まあ、うまく入れていたってことが、まあ、チャンスになりましたし、まあ、仙台も長澤選手がしっかりアンカーのところから絡んでいったってところがこのチャンスにつながったと思います。この高い位置にいるのが水戸です。このエリアで持つ時間が水戸は多くなっています、うん、ちょっと我慢。さあそして抜けていった武田の右足ヘッド、ブロック林。まあ、本当にそのコーナーキックからもアシストを量産、今シーズン8つのすでに J2 トップの数字を残しています。ただもう一度持つ、また前田が前を伺う、安藤この位置、そして裏を狙ってさあ成瀬からクロスです。このシュートはわずかに右に外れました。鎌田まだ持つ、そしてもう一度ハチスカのクロス中央、うん、豪華のヘッド。A が絡むと面白いですよね、まあ、そこから最後の質だけ、まあ、少しハチスカ選手のクロスの質変えましたよね、まあ、それによって、うん、引き足で出す木田、そしてターゲットになったホヨンジュンを追い抜いて木田、さあドリブル、そして松崎がいいところシュートできたが、そしてさらにその後クロスバーを越えていきました。決定的なシーン、ベガルタ仙台、まあ、このワンツーからね水戸の選手をうまく引っ張り出して最後のスルーパスまでは完璧でしたね、まあ、少しトラップが右足の方に行ってしまった分、まあ、ここでツータッチせざるを得なかったというところと、まあ、山口選手をうまく引き出させてしまったと。さあ武田から中に入れるブアニカのところですが、林ボールをこぼしているがもう一度取り直します。こちらが仕掛けて中でホヨンジュン、うん、すらしたところ倒されて笛が鳴った。 PK 獲得仙台、内田が倒されて、まあ、これね斉藤学選手が回ったことによって内田選手からホヨンジュン選手のコースが来ましたよね。まあ、先ほどの木田選手への落としもそうでしたけども、ホヨンジュン選手がやはり止めた、キーパー山口ナイスセーブ。合計少しちょっと大きくなったトラップ、ただもう一度斉藤から戻して内田へ、内田右足のシュート、ここもキーパー山口がセーブした。まあ、これもうまかったですよね、そこからおそらく触っていたと思うのでコースも変わったと思うんです。うまく作れているというところです。そうですね、まあ、水戸は右の2枚を変えたので裏を狙うブアニカ、うん、ブアニカシュートで来る、ものすごい体勢からシュートを放ってきましたブアニカです。いやでも前田選手からの縦パスですよね、それを前向きに拾ったチームの方がリズムできるっていうところに印象がありますね。小原から入れる、中に入る武田の右足、キーパー林が右手で防ぎました。右に抜けた可能性はありますよね、左で打つっていうところは、まあ、相手のディフェンダーに頭に入れたと思うので、